今日は信州サンデーミーティング4月14日です。1000人も来てくれてます。よろしくお願いします。実は1000人は自分じゃなくて自分はこっち側にいるっていうのでよろしくお願いしますね。まあ折っちゃうんでこれでいいですかね。これでいいですかね。はい、ありがとうございます。そこにただウレタンを少し貼ってあるんだけど、もうギュッて背中こう押し付けてると割れちゃうんですよ。もう一台行くんですか。あ、ここはロータス組は、あ、せっかくなんでちょっと愛車紹介をお願いしても。あ、今ちょっとぐるって撮ってくださいそんなに逃げなくたってよくないですか。いやもうお邪魔したら悪いよ。大一箱なんかあのそうだ、アルファードのあれはフロントはどうだったんですか。もうできたんですか。あれまだ全然できてないです。あ、そうなんですか。作業ばっかやってて、いろいろ撮ってるとできなくて。最新型インフォー一応自動車屋の端っこ屋だから全て自分でやってみる。そんな気使わな、自分は強引にやってたんだけど。じゃあ昔はそういう続けてもちょっと洗ったので、黄色いないですもんね、八王子黄色は。そう、今考えたら黄色なんだけど、こういうああいう特徴の黄色なんだ。Thank you.
感じがある。でもマジョラマ、マジョラマ、うちのジムニーが今マジョラマ。これくらい。どこで悩んでるか知らない。
あそこに、はい、あ、出る。俺鉄オーナーさん。そうです。俺の指。この手で座る。アピールポイントあるけど。タイルパッケージ、はい、これないよね。うん、KFC ですね。うん、そうなこんにちは。あれ今日なんすかそれ。なんかキョンシーの変なやつ。あ、キョンシーですか。あれさ、表参道行きましたよね。行きました。北ホール行きました。北ホール、うん、多分全部行ったと思うんですよ。あの小倉学園ってとこ行きました。小倉学園、うん、わかんないっす。綺麗なお姉ちゃんいたのに知り合いなんだけど。俺ブースがどこっていうの分かってなくて回ってるんで。うん、来年も行きます。行きます行きます。行くんだったらちょっと小倉学園で綺麗なお姉ちゃん100センチを。あ、じゃあちょっと後で探してお見せするんで。ああ、はい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 。行ってくださいよ。了解っす。じゃあちょっとポーズで。えー？って言って。その辺でポーズでもじゃあ。キョンシーで。キョンシーどうだったっけ？キョンシーこうですよ。オッケーです。すいません。はい。絶対出ない。
ありがとうございます。ありがとうございます。